40番です。日本大学から谷口亮斗選手と王本の出場です。日本大学の5人でチームを組んできております。昨日の日本大学のチームは3人の選手が 10.0、 そして2人の選手が 10.4 でフィニッシュラインを通過いたしました。早くも第一障害落下があります。谷口選手は北海道浦河高等学校から日本大学の生物資源科学部に進学いたしました4年生のライダー。乗馬歴は14年あります選手。そしてバイツ部では総務の仕事をしております。日本大学バイツ部は神奈川県の藤沢市に厩舎を持ちまして、35名の部員と37頭の馬で活動中。共に走りますこの王鵬はフランスで生まれましたセルフランス州、21歳になります女性馬。今までの練習の成果を発揮し総合優勝に貢献できるよう悔いのない走行をしたいと思いますとコメントしております選手が、現在第一障害一つ落下がありまして最終ライン、最終のリバプール障害、ここで落下がありました。走行タイムが70秒06、2つの障害の落下がありました。減点が8となりまして、2日間のトータル減点が12点です。